箱入り息子です。本日はですね、はい、普段お世話になってますね、はい、あのウィゴーさんで、はい、ネットを使って買い物ができると。あ、オンラインショップ、オンラインショップがあるんで、せっかくなんで夏服で女の子がデートに行きたいなって思う人を一人ワンコーデしてもらって、はい、それメンバー同士で交換して投票したいと思いまーす。デートに行きたい。そう、というわけでじゃあ早速みんなで選んでいきましょうか。はい、せーの、いきなり、はい、というわけでね、早速選んでいきましょう。じゃあ皆さん、あのウェブかアプリかどっちか開いて。はい、僕今回のテーマがありまして、地元のヤンキーがテーマなんですけど、デート服選ぶんだけど、あ、コンビニ服がすごい。俺はレディースを狙っていきます。あ、逆にね、レディースを着てる男子ってちょっとなんかおしゃれっぽくて、逆にね、やっぱこういう、なんていうんですかね、デニムパンツとこの T シャツを組み合わせることによっていい男いたれる。これとかいい、めちゃくちゃいい。これかわいいですね。これはこれ、これがいい。なんか例えばこういうね、こういう T シャツにあのデニムなんか合わせちゃっていい男に見えるって。もう決まりました。僕もう3点も決めました。見せるんですか？嫌だよ、そんな。嫌だよ、真似してくるもん、キヨちゃん絶対。せんわ、おしゃれ番長やからな。まず僕はですね、このなんとあの T シャツが このカラーのこのなんパープルっていうのかな、これパープルですね、T シャツは。このあれですね、探します。このに中にこう、こんなに優勝でしょう、僕は。自信満々。ちなみに僕の LINE の開く番号は0834です。0834。8月、あ、43だった。おはようさんってやってるんだ。おはようさんみたいな。可愛くない？可愛い。というわけで、ウィゴーさんから商品が到着しました。ありがとうございます。はいはい、というわけで、見ていきたい？見ていきたい？見ていきたい？見ていきたい。ここにですね、はい。はい、ほら、せっせっせ。1から6のね、数字が書かれた紙があるんで、それ1人ずつ引いてもらって、その番号の服を着てください。なるほど。なるほど。なんで、じゃあ誰から引いてくる？こうしてさ、この、デコに乗せてなんかやるやつ。番号。あ、数字言わせるみたいな。あ、それは私するみたいな。いいよ、いいよ。ああ、いいよ。そういう企画ね。ちょっと待っていいですか？じゃあ。何や。ん？何番がいいんや。俺？一回希望言えば。何番がいいか。俺やっぱさ、つけよう。ああ。何番それ？ん？何番？今の月よ。今の月よ。何番か聞いてる。それ何番やねん。え、いいの？ん？キョハル何番なんすよ。これさ、自分の数字分かるよ。分かるよ。キョハルから。はい。3番。こっちで。さあ、1番。6番。ああ、これいいわ。2番。あ、来た！ 4 番。というわけで、じゃあ早速その番号の袋を持ってきてください。キョハル。はい。待って待って待って。4番、4番。5番。はい。5番ですね。4番です。あ、違う。6番です。6番？よし。はい。よし。ありがとうございます。2番。はい。1番。はい。あ、なるほど、なるほど。というわけで。これどうしますか？じゃあ、一回着替える。一回着替える。一回着替えるか。じゃあ、カット。どういう着替え方をするとかわかんなくない？
というわけで着替えが終わりました。どうしようか。ツッコミどころがねすごいですよ。とんでもなくダサい人とさ、絶妙にダサい人とさ、ありかなって人と結構さ、なんか衣装っぽい人もいるじゃん。うん、センスが出るよね、こういうのってやっぱ。で、俺この中にさ、一人なんか中二あたりで来てた人いる。とりあえずじゃあ、投票しよっか。自分のに入れるのはなしで、じゃあ。あー、じゃあなるほど。え、自分のってか、自分が着てるのは OK ってことじゃん。それは OK。 だ、あくまで自分が決めるんじゃなくて、自分、あれだよ、彼氏が着てほしいやつ。うん、女の子としてね、自分が。女の子として。じゃあまず、このコタロウが着てるコーデがいいと思う人。おらんの？あ、まあね、そういう意見もあるでしょ。誰のか分からんもんな。それ誰のか分からんから本当に誰のか分からんから全部彼氏がこれを着てくるってことだよね。そう、別に僕が悲しむことでもないから。隣は歩きたくない。女の子もさ、彼女もこういう路線ならいいと思う。あ、確かにね。で、次、清原のこの着てるコーデがいいと思う人。おー、一票一票。で、この港のコーデがいいと思う人。あれ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 、でも誰か分からんしな。誰か分からんし。じゃあ、俺が着てるやつがいいと思う人。うん、2票。2票。あ、りょうがが着てるやつがいいと思う人。さつきが着てるやつがいいと思う人。笑っとんじゃん。おかしくないやろ、全然。ということは、0、1、0、2、2、1、1。結構分かりました。おー、なるほどね。それらは不人気ということで。まあね。でも誰のかは分かんないです。誰のと別に。じゃあ発表していく？どれがいい？すんの大丈夫して。着替えよ、じゃあ一回。自分のに。一回自分のに着替え。あ、自分のに着替えて、その選んだポイント言ってこ。あ、誰が。そう。全員なかったら着替えると思うんだけど、まあじゃあ着替えようか、とりあえず。着替えましょう。はい。自分のコーデに着替えてきました。なるほどね、こういう結果だったんですね。あれ、なんか一人、これ、これどうした？何？どうしたの？言ってほしい。いいわ、後でいくか、ポイントは。じゃあ、さつきから聞いてくわ。あ、ポイントですか？うん。清楚系みたいな。うん。なんか、隣を歩きたくなるような、爽やかな彼氏をイメージしておりまして、これは、下が、ちょっとフレアパンツみたいな。フレアパンツって言うんだっけ、これ。フレアパンツ。今日はやつ。知らない。そう、そういうやつになってて、ちょっと足もなんか、スタイルもね、ちょっとよく見えますっていう。うん、かわいい。コーヒーとか似合いそうよな。なんていうの、ああいうの。昭和っぽいの、なんていうの。メトロ？レトロ。レトロじゃん。電車。レトロ。レトロチックだね。おしゃれおしゃれ。一回上半身なくして、パンツだけ見てみたらちょっとおじいちゃんじゃない？でも、紙一重やから、おじいちゃんとおしゃれって。わかる、おしゃれだね。おじいちゃんとおしゃれ。ちなみない。うん。わかるわかる。そう。おじいちゃんっておしゃれなのよ。じゃあ次、行が。僕はですね、夏といえばガラシャツかなと。あー。そして、まあ、上で遊んだ代わりにね、下を落ち着かせようと思い、革靴で示させていただきました。これがね、コンベルトがなんかすごい特殊で可愛いかった。じゃあ次、ワテス。ワテスはですね、これは好きなペルソナとのコラボのやつですね。これ知ってる？このキャラ。このキャラ知ってる。ジョーカーしか知らんでしょ。ジョーカーじゃないんですか？これジョーカーじゃない。誰それ。明智っていうキャラなんだけど、明智光秀ですか？ジョーカーと同じぐらい人気があるのよ。キャラ投票で次に出てきそうですね。すごいかっこいいよね。好きなものを詰め合わせただけ。今好きなものを詰め合わせただけなのに。やっぱサングラス、夏はサングラスは必須。個人的にね、やっぱ夏のサングラス、一新すんのお前。色ちげえもんなんかも。ちょっと褒められた。やっぱ夏はサングラスは必須。おぉ。せやねん。夏は必須やねん。じゃあ次、港。ペットはなんか、港っぽい服ですかね、わかんない。でも、ぽい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 。この色。大学生っぽくないですか？この色が確かに港っぽい。じゃあ次、清原。はい、大学生意識しました、これ。靴下とズボンの色合わせて。そう、そう、そう。足長く長く見えるから、これ。で、シャツは日焼けしたくないから、長袖で。どうですか？好きじゃない。なんか、なんで同じ3人靴履いてんの？30代がゴルフに行くとき。あー、わかる。じゃあ、ごめん。服単品単品は別に。組み合わせがいいものなのに、組み合わせが。いいものですね、単品単品は。素材を殺しちゃってるよ、それは。なんか、すまん。あ、いいっすか？ちゃいますか？ポイントは？じゃあまず、テーマから言っていいですか？テーマはヤンキー。まあ夏なので、サングラスは必須。うん。デニム。夏だからね。夏だからね。で、半袖。うん、夏だから。でしょ？なんか、いや、テーマを決めたのが間違いだったけどね。でも、どう？今日なんか爽やかだね。うん、ね。どうっすか？
いいんじゃない、コメントに困るわ、その服一番なんでファンの層からしてみたら一番かもしれないでしょ、そう、なんかここだけで決めといてそう。はい、というわけで今回はですね、ウィゴーさんの公式サイトでね、買える服でみんなでね、デートコーデを組んでみました。どうでしたか、どうでしたか、やってみて。大変だった？大変だった、すごい選ぶの多分一番時間かかってる僕がやっぱお家にいながら買えるから、そう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 、オンラインショップなんで、そう、お家でも買い物ができるという。店舗にないね、商品とかも。そう、サイトだったらまだ置いてあるみたいなこともあるから。そんなことないよ。あるよ。あるよ。ごめんごめん。あるよ。ということもあるからね、ぜひ使ってみてください。バイバイ。バイバイ。あれ、順位つけとけ。一応ヨガの方がいいと思う人こちらがいいと思う人。こっちの方がいいと思う人。これ来てきたら、あれと紙一重よ。うるさいな。